瀬戸康史のゲーム実況。はい、どうもこんにちは。瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。今回はパズドラでございます。今やってるあのモンハンのね、アイルーでバザールコラボ、アイルーって何なのかっていうのはね、未だに謎なんですけど、モンハンやってないからわかんないんだけどね、これをねやってみたいと思います。でね、まあこれアイルーでバザールコラボ、まあ中級、上級、超級、G級っていうのはあるんだけど、僕はとりあえず今んとこ中級からね、今回中級をね実況してみようかなと思うんだけど、今回俺がね、組んだパーティー、よくみんなさ、なんかバランスパとか闇パとかなんか光パとかさ、キパとか言うじゃん。それをねちょっとね、僕なりにね、まだランク34だけど、ちょっと闇パ作ってみました。とりあえず僕の闇パ見てください。これです。まずリーダー、ダークドラゴンナイトね、コスト9ね。でサブね、サブはこれタナトスっていうね、一番最初のガチャね、誰でもできるガチャで手に入れたやつね。でサブね、3人目、アメジストカーバンクル、ね、スキルはヒットポイント500回復するってやつですね。でサブ4匹目ね、デカワルディ、デカワルディね、回復を闇ドロップに変化させるっていうものがあるから、どうしても闇が欲しい時ね、自分を犠牲にして戦えるね。で最後これヒットポイント対策ね、キングメタルドラゴン、こいつはまたヒットポイント500なんで、ヒットポイント強化できます。これで合計ヒットポイント2000超えました。闇の攻撃力1200、ただ他のことは何にもできないですね。だからリーダー何ならでいいのかな。リーダーは闇属性の敵から受けるダメージを減らす、闇の守りっていうのがありますね。まあこれが僕の今のところのチームで組んだ闇パです。瀬戸闇パです。でこれでね、ちょっと行ってみましょう。いやークリアできっかな、闇パで。はい、この闇のハーデス連れていきます。行くぜー、クリアしてやる。お、可愛らしい敵出てきた。あそこ、俺これ一回やったんだ。一回クリアしてるわ。まあ、いや、闇パでね、やってみるっていう。それクリアって書いてあった。じゃあ行くよ。パパッとね、サクサクやっていくよ。闇じゃないと攻撃できないから。闇を揃えなきゃいけないんだけど、まあ、とりあえず行こうか。闇を一個は確実に揃えつつ。あ、わお、わお。お、すごい。すごい、闇でやった時の力がすごい。闇は絶対揃えていかなきゃいけない。なるほどね。じゃ闇を持って動かなきゃいけないんだ俺は。なるほどね、なるほど。ギャー、あー、いっぱいコンボしたけど何にもなんねえ。てってってれってってってれって、この音楽ね、いいよね、かわいい。お、4コンボ、イエーイ。闇パいいな、これ。はい、次行くよ、サクサク行くよ。闇とか揃えようとか意識しない方がいい。なるほどね。おつ、させんね。よし、5、僕も出た。はい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 、強いじゃん、闇パ。いくぜー。ああ、惜しい惜しい、闇が揃ってない、闇が揃ってない、意味ねえ。そう、どうしようかな。4コンボ、よし。バトルはいくつまであるんだい。バトル5つね、いきましょう。これはなるほどね、そういきましょうか。こう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 
こう、こう、こうだ。はい、5コンボ。はい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 、強いじゃん。なんか俺最初ちょっとギャグのつもりでやったんだけど、闇さえ消せば、てかこれ闇ねえし、闇ねえし、どうしたらいいんだ。とりあえず消すしかねえのか。いっぱいいっぱい消そう。どうしようかな。黄色持ってきちゃった、黄色持ってきちゃった。3コンボ。闇が降りてこない、闇が降りてこないな。4コンボ。あ、闇降りてきた。6コンボ。何これ、日本語？日本語は話せませんって言った今。楽しそうに踊っている、かわいいじゃんこいつ。闇を消さないと攻撃できないから。どうしようかな。こうか、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 こうか。あ、バカバカバカ、緑緑緑バカ。よし、死んだ。よし、やったぜ。なんか、なんとかカーバンクルがスキル使えるようになった。こいつのスキルなんだろう。一文字を500回する。あと、こいつもいけるな。光を闇に変化ね。なるほど、これ使えるんじゃないの。ちょっと使おう。はい、これボスの時使った方が良かったかな。ボスの時使うべきだったな。あ、慣れてる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 。あ、とりあえずコンボつながった。やったやった、闇全部消えたし。おーい、うおふい、はい。さあボス来い。はい、倒すよ、キングメタルドラゴン。よし、これがアイルーなのかな。これがアイルーっていうキャラクターなのか。つか闇ねえし、あと1で攻撃してくるけど闇ねえし。回復を闇に変化させる、そうしようか。はい、闇揃えるよ。闇が6個、闇で2コンボ作るってことこれ。ハードル高すな、ハードル高す、ハードルど高す、高すクリニック。よし、いくぞ。こう、こう、これむずいな、いけっかな。いくぞ、トウ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 。赤も揃えつつ、あー、いったね、でもいったね。おらー、あーあー、あれ弱っ、こいつ弱っ、なにこれ、弱いとこ来ちゃったんだ、弱いとこ来ちゃったんだ。これでもう終わった。やったぜやったぜやったぜ。ってかすげえ簡単なとこだったんだなこれ。だって経験値87、あ、394もあった。やったぜ。じゃあちょっとね、行こう、これ仕入れ上級行こう。上級回復しつつ攻撃しつつだ。でいっでいでいでい、よしよし。あ、回復力が足んなかったということで、闇パで挑むアイルデバザールコラボでございました。なかなか今のでかいの強かったということでございます。皆さんもやってみてください。あと4日。じゃあの。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。